螺旋坂登ってお花見歩道橋、螺旋坂登ってお花見歩道橋。大学通りにある歩道橋は1970年に完成しました。設置については市民を二分する議論があり、乳母車の方も通行できるようにとスロープを設けることで落ち着き、螺旋状の坂となりました。現在は大学通りの桜の花見の絶景スポットとして、多くの人が歩道橋の上から景色を眺めています。